最近メガネを変えたんですけどあのね前かけてたメガネが中学23年生の時に作ったメガネとかで度が全然違くって変えなきゃ変えなきゃって思いながら過ごしててやっと変えられたんですけどメガネ屋さんって何であんなに緊張するのいや私は なんかお店入るときとかめちゃめちゃ変な汗垂らしながら行くんですけど垂らすなって話なんですけどなんでメガネ屋さんってあんな緊張するんだろういやもうさもうずっともうお兄さんが「新作のメガネご用意しておりますなんだら何だら何だらなんだら」っていうもうテンプレーをさもう,もう10回ぐらい言っててさ定期的に。<laughs> そんな言う そんな綺麗に同じこと言うみたいな感じだしメガネもなんかいっぱい種類あるしこのなんだろうね選んでる時の時間この私がただひ,ひたすら一人メガネ屋さんでいろんなメガネをかけてるのを。 いや別になんか何ともないと思うんですけど私はすごいなんか恥ずかしくなっちゃってやばいやばいこれでいいのかなあやばいあ,あどうしよう怖い怖い怖いってなってじゃそんな時に店員さんがあのどんなメガネをお探しですかって言われてあ,あのこんな感じのこれがいいかなと思ってるんですけどみたいなのを言ってでそれがねあの透明なフレームが透明なやつなんですけど そ,のね、それだけかなって思ったらなんかいっぱい透明なのがありますってなってこちらとかなんかフレームが丸っこくて女性らしいですよこちらはちょっとフレームが大きくてなんか今時ですよとかこちらちょっとピンクがかっていますこちらちょっと全面フレームであーってもうそんなメガネそんなそんなそんな,そんなってなってで全部かけてくの全部かけてくんだけど 私もさ、もう全然会話できないからさ、もう店員さんと。もうこちらとかどうですかああ、こちら、うん、いいと思います。みたいなこととかもう。こちらちょっとピンクがかっています。ああ、確かに。ありがとうございます。みたいな。もうさ、もうどういうのが正解なのかわかんないよ、私。何が正解だったんだろう。ああいうの。 あピンクですねとか言えばよかったのかな。何ピンクですねって何を言ってるんだ。で、いろんな、いろんなもう透明なメガネをかけて、で、なんとか決まったからいいんですけど。まあ私もなんか、メガネ屋さん行ける自信ない、また。<laughs> いやー、どうしよう。しかもお客さん私だけだったから、なお客さんいたらよかったのかな。